朝6時から、有酸素系体脂肪を落とすトレーニングして、朝ごはんして、でそこからウエットトレーニングする選手と、ユニットトレーニングする選手、コンタクトを思いっきりするセッションとか、今までやったことないような、そこで全員の体力をもう全部と絞り切ってしまう。そこから僕の時間が始まる。スクラム練習ですね。だもうあと寝るしかないですよね。無理やりご飯食べさせて無理やり寝させるっていうのが、そこまでがコーチの仕事ですね。もっと長いですね、はい。朝は選手より早いですし、夜はその日の練習の映像を見ながら次の日に生かすと。なんとかして6時間取ろうと思うんですけど、なんかで気になってその数少ない6時間取れなかったら次の日不安になるんで、寝るための準備をします。現役時代はね、横になりにくいんですね。朝起きたら本当に体中痛かったんですけども、清宮克行からマニフレックスを紹介されました。で自分はそれまで何にも寝る時考えてなかったんですけど、しっかり6時間寝る準備をするにはいろいろ考えた時に、ちょうど本当に紹介されたことが良かったですね。まあしっかりこう背中もサポートしてもらって、腰もサポートしてもらって、朝起きて腰が痛くなることが少なくなりました。目覚ましが6時と6時1分に必ずなるんですけど、そこから二度寝はしないですね。4人家族なんですけども、自分が使ってていいと思う、だから家族にお前らも使えと、はい、家族みんな今私と4人で使わせてもらってます。実は試したことはあるんですけど、結局戻ってきますよね。はい、ずっと使ってるのはマニフレックスさんなので、はい。まあ、ラグビーっていうのは常々こうセンスに努力が勝つスポーツやと思うんですね。まあ、とにかく準備するのも努力して、全部やった上でセンスのあるやつに勝てていくスポーツで、睡眠ってもうセンス全くいらないんじゃないですか。しっかり準備してもう最高の睡眠をとって、次の日に自分のやりたいことをやる、睡眠する準備をしてくださいと思いますね。ただ寝るだけじゃなく。日本代表のスタッフっていうのはもうほとんど外国人で、でも決して日本人だからいいとか悪いとかじゃなくて、準備の仕方であったりとか、それをどういうふうに伝えるかとか、そういうところがすごく勉強になったところなんで、選手だけじゃなくてコーチ並びスタッフとかみんなもそうやってこう多様性のあるワンチームってよくみんな言ってますけど、本当の意味でお互いが尊敬し合えるいい関係に日本人もなれると思うので、そういうふうにみんなをドライブしていきたいですね。